じゃあ、堀田さんの方から、今回の大会につ、開催について、改めてお願いします。どういうきっかけで、はい5月4日の放送集会で、トヨタメナミと組んで、試合をしたんですが、試合後に、トヨタの無茶ぶりで、トヨタメナミが引退するまでに、私とシングルマッチをやりたいということで、急遽9月2日に、放送集会プレミアムを開催することになりました。今回の大会について、開催が決まりましたけれども、いかがでしょうか。はい、その時に、それ無茶ぶりして、次の暴走集会いつですかって言って、それで、無理やりもう、そこから、すごい多分、今回開催するにあたって、堀田さんもすごく大変だと思うんですけど、自分のために、こうやって大会を、実行してくれたことを本当にすごい嬉しくて、はい、ありがとうございます。新生前場の20周年の大会になりましたけれども、それについてご質問いたします。そうですね。だからね、新生前場なんていうか20年っていうのね、20年経ってるんですよ ね。そんな経ってるようには、ね、思えないんですが、まあね、そのトヨタもね、オズで。今活躍している中、前場というもののやっぱ思い出がたくさんあると思うんですよ。その中で、ね、前場として残ったメンバーで何かこう送り出してあげたいなっていうのがすごく私がに強い気持ちがあって、それぐらいやっぱりトヨタという存在がすごく前場で大きく、私の中でもすごく大きな存在だったので、ぜひね、思い出、女子プロレスラーとしての思い出というものを最後こう、感じてもらえればなという大会で、残ってるね、残ったその新生前場で残った選手、まあね、いろいろ訳あってやっぱりその倒産してみんな離脱していったことっていうのは、今となったら多分もう思い出話になったりとかする中で、ね、今回の大会、まあ、新生前場のメンバーだけじゃなく、その前にね、前場離れた選手も呼んで、こう、トヨタマナミをね、送り出してあげたいなというのが、すごく私には強い気持ちで思っております。新生前場の思い出というのはいかがでしょうか。今新生前場になって、まあ、一番上が堀田さん、二番目が私で、まあ、いわゆるお父さんとお母さん役な感じで、名前とかにも言われてるんですけども、で それで堀田さんがトップで、私が担ぎで守ってきて、すごく辛かった時を一緒に乗り越えてもらえて、もう、ね、堀田さんはすごく、みんなの心配をしてくれる先輩だし、なんか今回の大会のことに関しても本当に感謝してもしきれないぐらいの、本当に、嬉しいです。本当ね、やっぱりそうやって今トヨタが言ったように、その時期がね、本当大変で、多分もう今となったらさ、はい、なんかもうね、忘れちゃってるんだけども、でもやっぱりよく考えてみたら大変だったからこそすごく思い出があって、なんかそれは私だけかなって思ってたんだけども、今トヨタがそうやってね、5月4日に終わった後にシングルマッチをやりたいって言ってくれたことが私すごく嬉しくて、その時に私が、ね、トップでやってて、ね、もうちょっとしっかりできてれば、なんかみんながバラバラにならなかったかなっていうのもすごく思いがあって、その中でそういうふうに、ね、言ってくれたことがすごく、ね、絶対やりたいって私も思ったし、どうなるか分からないけど、ね、どういう試合ができるか分からないけど、
本当の、ね、思い出を、ね、残せるようにね、なんかみんな見てる人たちもファンの人たちもなんかこう感動が与えれるような試合にしたいなって本当に今からワクワクしてます。お二人のシングルマッチも今回は最後になりますけれども、今まで戦ってきた中で特に印象に残っている試合なんかはあるでしょうか。だね、なんだっけ、北斗がさ、ジャパングランプリだったっけ、なんかマナミが私と当たったんだよね、決勝で、決勝で、決勝だっけ、はい、そうだよね、はい、あれ、北斗が怪我したんだっけ、ワンデートーナメントで、あの自分が最初1回戦を落とさんで、どう考えても負けるじゃないですか、あんだけ実力が、の差があれば、なのに、北斗さんがあの怪我をしたことによって、なんか自分が勢いづいちゃって、まぐれで本当、あのジャパングランプリは勝ちたいなと思って、でもやっぱり、ね、執念というか、やっぱり豊田真奈美って、ね、あんだけすごくね、あの時代、大きな選手がいて、そのね、ビルさんやらアジャやら北斗がいる中でその赤いベルトを何回も巻いたという、そうやっぱそれってもう実力しかないんですよね。だから彼女のやっぱそういう、ね、テクニックとか、まあ、テクニックだけでは多分無理だと思うし、ね、こうやっぱその気持ちから、全部センスから全部踏まえて、やっぱトヨタの波っていうのは強かったし、私もやっぱりあの時代にはベルトは本当に負けなかった時代なので、本当にこう後輩でも尊敬する、選手で、やっぱりその赤いベルトっていうのがね、私の中ではやっぱり一番ふさわしい、すごく似合ってて、黒髪で黒いコスチュームで赤いベルトを巻くトヨタの波っていうのがすごく私の中では一番で、だから何としてでもね、この赤いベルトを探して、このベルトをね、一夜限りの、赤いベルトという題名をつけてね、トヨタの真奈美との最後のシングルマッチを思いっきり、戦いたいというか、リングでこう暴れたいなっていうのは本当ね、嬉しい。ありがとうございます。ハイベルトへの豊木さんの気持ちを聞かせてもらえますか。はい、そうですね、このベルトはやっぱり自分が全力に入ったと、もうプロレスラーになったって言ったらもう最終的にこのベルトを絶対巻くまでやめないと思ったベルトなので、でやっぱりチャンピオンだったらそれを守っていかなきゃいけない、女子プロレスをどんどん盛り上げていかないといけないっていう責任感も出てきて、そのベルトがすごい、ありがとうございます。これ本当に探して、これは本当にもう15年ぶりぐらいに触ったね、やっぱりこう見た時に感動するよね、これね、はい、このベルト以外に魅力があるベルトがないんですよ。それほどのすごいベルトだと思うん でこれは本当の全日本女子プロレスの主張であって、本当にこのベルトが、ね、今でもやっぱ一番だと思うし、でそのベルト、ね、このベルトをやっぱ私がこう持ってきたことって、後々やっぱ先輩とかに、ね、これはやっぱ歴史あるベルトなので、ね、何言われるかわからない、正直だけど、何か言われたら言われてていいかなっていう気持ちもあるし、私たちも最後はこれをね、守ってきたし、もうこれを最後ね、最後守ってきたのは新生前女の私たちですよね、そうそう、ね、だから、このベルトを本当に本当に持ってきてくれたことが本当にすごい感謝しています。だからもう何があっても絶対にこれは最後、豊田真奈美のね、私がこうね、何て言うかな、OK した、よしやろうって言った以上、私はこのベルトを5月の時からやっぱずっと探して、本当は貸してくれない、やっぱ難しかったんですけど、まあ、その誠意を認められて、
1日貸してくれるということになったので、はい、ご自信を持ってね、9月2日はこのベルトを、みんなにね、こうファンの人にもお披露目したいなと思います。ベルトはどういう形でお披露目というか、例えば入場の時にどちらかが持ってくるということなのか、売店でなんか売店で展示するとか、なんか決まっていることは何かあるんでしょうか。まあ、別に展示してもいいし、ね、こうトヨタがその私と試合をやるときに舞いできてもらってもいいしとか、ね、どういう形でも、でもやっぱりそのトヨタにはベルトはもう巻いて、ね、もらいたいので、ね、まあ、戦いになったらわからないから、まあ、その前にベルトを巻いて入場してもらう形でもう全然、はい、いいと思うし。トヨタさんが巻いて入場されている、ね、それでも、全然いいと思うので、まあ、いろいろちょっと考えたいなと、ね、このベルトを最後取ったのが7位ですね、なので前川さんの後に解散した後に前川さんが三体工業で一人だけシングルやったんですよね。そこで7位で7位が巻いてるんだよね、はい、そう、そのなんか公式ではないけど、そういうのをね、前川が渡したんだよね、7位に。だから、まあ、7位からね、トヨタに巻いてあげて入場してもいいし、まあ、それはいろいろちょっと、もう一度いい形で、いい形で、なんかこう、なんかやってあげたいなと、トヨタに。トヨタさん、引退まで3ヶ月を切りましたね。あっという間ですね。なんか、3月に発表して、まだ8ヶ月ぐらいあると思ってたら、もう3ヶ月なくなっちゃって、まだでも正確な試合数があと何試合というのは出てないので、まだいまいち実感が湧いてないところなんですけど、でもなんかふと毎試合なんか、ああこういうことも私しなくなるんだなとか、そういうことをふとところどころで思い始めてきて、まあ、もう8月からがとにかく忙しいんですよ、自分日程が。なのでもう多分この3ヶ月弱もあっという間に過ぎていって、引退の日を迎えるんじゃないかなと思うんですけど、もうその前に引退の2ヶ月前にね、こういう大会を本当にこちらが開いてくださるので、この自分のために、ね、こうやって開いてくれるのが本当に嬉しくて、ね、だってトヨタマナビイコール女子プロレスっていうのがもう、ね、主張みたいなものなので、やっぱりね、これをお客さんが、ファンの人が喜んでもらえれば、トヨタもね、嬉しいと思うしね。どういう試合になるか分からないけど、本当にでも、ね、いろいろな気持ちを込めて戦う、そういう技とかそういうなことじゃなく、本当に気持ちで何かをこうリングの上でぶつけ合えればなと、もう感動すること間違いないと思っているので。タイのシングルってどれくらいぶりかとか、最後のシングルって覚えてたりします。シングルの時以来だったんですよね。そうだよね。この間、七重とも言ったんですけど、七重とも15年以上やってないので、お子さんももちろん多分それくらいだったんです。15年以上だと思うんですけどね。多分、お子さんと対戦するって言ったら、すごいやっぱ特別な試合になってたと思うの、その当時は。なので、2人が辞める前のジャパングランドとそれくらい遡る感じですか。そうなると思います。やっぱりなんかこの
前女っていうものが女子プロレスの始まりであって、やっぱその全日本女子プロレスというのは絶対に消しちゃいけないし消えないものだと思ってるし、それを、うん、もう一度あの再確認をするためにも、そしてこの赤いベルトがね、もう一度みんなの前に出てきて忘れられないためにも、私はこの興行で、うん、その前女職、まあね、ジャガーさんもその後には前女アゲインという大会やりますが、うん、私も私たちが育った前女というものをカラーを、はい、思いっきりこの一日で出していきたいなと思います。すみません、赤いベルトのことなんですが、ファンもちろん見たいっていうのもあると思うんですけど、できれば一緒に写真を撮りたいとか、うん、前田豊子選手と写真を撮りたいとかあると思うんですけど、そういったことに答えていただける可能性っていうのはありますか？やりたいよね。やりたいですね。やろうか、撮影会。撮影会はやる、うん、このベルトで、まあなんか限定でも、うん、ベルトと写真を撮るっていう。多分このベルトはもう2日終わったら返しちゃうので、また出るときはいつ出てくるのかっていうのもわからないし、そういうのは貴重は貴重ですよね。取れたと取れるとなもう最後なんで、だからここで最後リング上で終わったら写真撮影会をします。